はい、純ちゃんとの純でございます。久々に戻ってまいりました。私ずっとゴールデン GB を貯めてまいりました。コツ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 サカツクはやってきましたので、その結果を報告していきましょうか。ではスタート。はい、ということで皆様お久しぶりになります。数週間ぶりでしょうかね。その間ずっとガチャを引こうかどうか迷っていましたけど、一点張りで決めていたガチャがあります。それはスーパースターフェイスガチャ、それしかないかと思っております。で、なぜかといえばスカウト見ていきますよ。こちらステップアップによって限界突破ができるアイテムがステップ5と9でもらえるということなので、これは是非もので、このガチャで美課金の私は引いていくしかない。未だにこの星5確定スカウトチケット1枚付きもちょっと我慢してずっと貯めておりました。まあこれはちょっと余力がありそうなんで引こうとも思いますが、結果的にまあガチャの要素をずっと見ていくと、もうある程度パターンが決まってきましたよね。この1枚確定星5確定スカウトチケット付きっていうガチャが来ます。そしてこちらのレジェンドスカウト的なもの、昔の過去の選手たちのレジェンドが引ける、これをゲットすることによって手に入れられるアイテムも決まっている。で、この新星好みっていうのも大体一緒じゃないですか、アイテムもらえると。で、スーパースターフェイスに関してはこの限界突破がやってくる。私ね、ツイッター上で小町さんという方から教えてもらったのが、結局今はね、突数だと、突数がないといいキャラいたところで総合値が上がるってことはないんで、それを大事にしていけっていうことをちょっとね教えられて、まあ編成的にも要はインターナショナルカップで手に入れられることができるキャラクターたち、ちょっとこの編成じゃないな、例えばこのバッチョとか、これ5突しております。5突ね、強化とか見ていきますと限界突破全部しております。つまりこの普通に手に入れられるキャラクター8305になってますよね。で、よっしゃレアものゲット、星5ゲットとして1突もしてないこの例えばラフィーニャとか6000ですよね、勝ってんすよ。ってなったらむやみにガチャ引いて新キャラいったゲットって喜んでもバッチョに勝てないと。となると突ができるアイテムっつったらもうコインがないと買えないじゃないですか。こちら交換所いきますよ。これですね、ゴールデンコイン貯めて限界突破値練習で、これは1回目2段階目は200、400で手に入れることができます。次からが800コイン、それだったらまあ1月1回しか買えないけど500のやつをちょこちょこ買っていけと。まあなんで僕はむやみにガチャを引くんじゃなくて、しっかり溜め込んで 3600GB まで溜めて一気にドンって10回引けるところを探していたら、たどり着いたところは今回やってきたこのスペシャルイベントで手に入れることができるグリーズマンということになっておりますな。しかもグリーズマンだったら欲しい、キャラ的にちょっとシャドウストライカーっていうのが納得いかないけど、納得いかないというかゲーム上ね、まあグリーズマンの選手のスキルから見たらまあシャドウストライカーでしょうね。しかもデヨングも出る、いやー今ねこの若手オランダでもしかしたらもう一度ワールドカップに臨める体制作ってくるのがこのデヨングじゃないかって呼ばれているぐらいの選手ですよ。もしかしたら次のヨーロッパ、来年でしたっけ、ユーロ2000始まりますよね。非常に楽しみですね、ちょっとオランダ勢はね。はい、ということでいきましょうか。早速です。まずちょっとどのくらい時間かかるかわかんないんで、まず一発目いきましょう。ポチッとな。第1回目で出る確率は 10% 引いていきましょう。おお、いきなり演出きたけど、まあ星4かなきっとね、これね。よいしょ、こりゃレッラ、うん、幸先いいかな。よいしょ、これも星4ですね、かなりすごい高い、ウィング星4。
でもね、星4いっぱい出てくるとね、星が5が出てくる可能性がね、なんか低いような気がして嫌なんだよね。うわ、ちょっとやだな。すげえなんか、星4がいっぱい出てくる。エリク・ラメラ、これ持ってたな。よいしょー。10% の可能性だからね、1枚出たら嬉しいけどな。よいしょ。星トラン。せめてね、また星4か。この10回引いたうち、星51体は絶対欲しい。いくらなんでも。いくらなんでも1体は欲しいね。よいしょ。ちょっと1回目の確率から言って出ないかもしれないな、これな。おー、来たー、ダメだ。何も表示されてない本当の運です。ございます。誰が来る？ポチ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 と星5来い。グリーズマンゲットー。欲しかったー。アトレチコの星。よし、嬉しい。キャラ的にもすごい大好き、グリーズマン。あー、もう嬉しい。一つできたら嬉しいってところかね。うん、よし、いいね。幸先いいスタート切ったよ。で、そうだな、あわよくばデヨングも欲しいところだけどね。セントラルミッドフィルダーだったよね、確か。デヨング、セントラルミッドフィルダー持ってないんだよね、星5。ボランチの方も持ってないし、オフェンシブミッドフィルダーポジションのところも持ってない。グリーズマン、バルサ来てくれ、バルサ来てくれ。まだ確定じゃないんだよね、バルサ来るかどうかっていうの。いやー、バルサ来てくれたら嬉しいな。ちょっとメッシとどういう風な絡み見せてくれるか分かんないけど、うわー、すげえ嬉しい。グリーズマン、待っておりました。うい、シャドウストライカー、一旦とりあえずステップ2実行していきましょうか。 OK。まあ、セプニーで一気に、星5が出る確率はガクッと下がりますんでね。ここはちょっと期待してません。うん。もう、普通に通過点。通過点であってくれという感じですね。じゃあ、落ちたな。そうだな、収録時間的に応じて切り上げて、二部構成にする可能性もありますが、大変申し訳ないけど、よろしくお願いいたします。おっと、あ、星4ですね。星4、ストライカー。さあ、誰だ？さっき出たね、クアリラレッダーですね。よいしょ。あ、また星音来た。アサルトトラップ。デデデデデデデーンタ。デフォー。持ってた気がすんな、デフォー。あ、また星音。星音連チャンしております。大量生産でございます。ベーラミ。あー、懐かしいな、ベーラミ。今、どこにいるんだろう、ベーラミさん。懐かしいな。よいしょ。おー、また来た。野生の嗅覚、勝利のタクト。よっしゃー、これは違うぞ、グリーズマンじゃない。さあ来い、デヨング。来たー、デヨング。シャッ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 。うわ、ついてるぞ。これは引きどころだ、行っちゃってくれい。とりあえず欲しいキャラ2体はゲットできた。もう一人があれなんだよね、オランダプレイヤーである。あ、セントラルミッドフィルダー。あ、星4か。残念。どこのポジションかな。あ、ボランチか。イングランド。デヤング。あ、インサイドハーフか。勘違いしてた。あ、まあでもインサイドハーフいいね。あ、そうなんだ。あ、デヨングいいね。インサイドハーフか。聖域。これちょっと楽しみだな、デヨング。もうこれインサイドハーフの、ちょっと久保くんちょっと控えに満ちちゃうかもしれないけどね。ステップ 3! 行きましょう。よいしょ、ポチッと。いけ、今回勝負、大勝負。3回目も確率がちょっと上がっているらしいんで、ちょっとここも期待できるところだね。まあでも今、ステップ2の段階でも出てきたから、ちょっとここは、外れになってしまう可能性も、まあ、しょうがないと思いますよ。あれ？めくれね。めくれた。よいしょ。はぁ、あ。あー、ちょっとね、喉が痛いのが騒いだってかなりまだ痛くなっちゃった。よいしょ。エレガントタッチ、プリウム。これ星5じゃね？違うのかな？あれ？プリウム？かわいいグリーズマン！わぁ、しゃー！ 2 体目ゲット！嬉しい！グリーズマンまた来た！うおーし、すごい嬉しい。2体目ゲット。
これもしかして3体目ありえるんじゃない？まだまだあるよ。お、さごい、あ、星3回覚えちゃったね。プリウム、プリウムさんですね。プリウムさんが来たらグリーズマン。あ、星4だね。シソッコ、シソッコよいしょ。もうでもこれさ、ある意味音楽聴いちゃって演出の音って分かってきちゃったから、イヤホン外した方がドキドキ感がさらにすごいね。うん、きっとそうしようかな。よし、グズマン、そろそろいっぱいかな。うん、フィジカル展開力20までですね。うん、星4ぐらい。さあ、これがセルフィオ・ロメロ。セルフィオ・ロメロか、懐かしいな。よし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 、ステップ4いきましょう。バシャン。うん、さあ、この流れ切りたくないところだね。うん、いい流れで来てますね。よし、いけ、ドドン、星3でございました。うん、いいね。あー、星4イベントですな。さあ、誰が、まあでも星4ってもう、あ、ウォルコット、懐かしいね。もうウォルコット持ってるな。逆に星4で誰が欲しいっていうのもそんなないな。うーん、どうしたらいいことか。はい、クロッサーですね。クロッサー、まあクロッサーそんなにいないから、右サイド、ダニー・シンプソン。うん、はい、星4演出また来ましたよ。さあ来い。うん、カルロス・バッカー、なんだろうねこれ、普通のストライカーなのかな。うん、星4、結構星4出るね、思ったよりも。今日結構排出率がいいのかな自分。うん、また星4だ。お、セントラル・ミッドフィールダー来ましたね。展開力また同じキャラクターだったりして、ボルファですね。ボルファ・バレッロ、彼セントラルミッドフィルダーなんだ、位置的に。キラーパースカーツ、はい、星3でございました。はい、これでそろそろ終了かね。うん、あ、また来ました、星4、星4大量ゲット。ベルナルデスキー、これ持ってないなきっとね。はい、ついに星4で終わりました。まあ、こんなもんでしょ。これでも星4がこんだけ来てるだけでいい方だよね。さあ、5回目の挑戦になりましたよ皆さん。デニス・プラート、ここでも確かパーセンテージ上がってんだっけ。うん、確か奇数のところで星5確率がアップしているような記憶でしたが、1、3、5、7、9、違うか。でもね、ちょっとねこれ出るのが怖いんだよ俺。あ、あ、星4か、そうか。ちなみにこれ排出的には他のキャラクターが出るってことはないのかね。選抜されたあの3キャラの中のどれかしか出てこないのかね。他のねゲームのガチャだととんでもないやつとかいきなり出てくる可能性がありますからね。そういうことはないんでございますね。あー、なんか嫌な予感がする。ここ5回目ってもしかしたら演出なし系、演出なしというか排出率そんなに高くないのか。ドリブル中央突破、ポチッとな。星4ですな。ウィリアン、おお、よく見るねこいつ、ウィリアン。あー来た、あー3人目のキャラ来てました。ザ・ウォール・リベロ・ディフェンス、この子もオランダ選手なんだよね確かね。またいつでリフトでございます。はい、これでとりあえず3人今回出てくるキャラクターは揃いましたね。うん、やっぱ5回目も星5が出る確率はアップしてったということですね。トモビッチいい顔してるね、いい顔してる。でアイテムゲットでございます。ステップ6いきましょう。皆さんまたまだサカツグやってきますね、よろしくお願いします。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。では皆さんバイバイ、ありがとうございました。